よし、今日のレディースバトルは千葉県館山市にありますウィンクル火山さんにお邪魔してます。今年に入って3連敗ですか、うん、レディースバトルで言えば4連敗ですか、うん、もうなんかね、連敗癖がついてる。もう多分 ね、レディースバトルは2階女子妹が負けるものだよね。だからそのゲストをもてなす番組だよね。もてなしてればいいけどね。もてなせてるかな。たまになって飲ませたり食わせたりしてるもんね。申し訳ない。でも連敗癖がついてるから言っちゃダメ。負けないぞって、勝つぞって気持ちが私たちにはちょっと少ないけど、じゃあ早速今回のゲストはですね、やっぱ姉妹の連敗癖がちょっとついてて、スタッフがいろいろ考えてくれました、うん、今までのゲストとはちょっと一味違う一風変わったゲストを呼んでみようということで、うん、今回のお二人はこちらのお二人です。どうぞどうぞ。わー、よろしくお願いします。それではお二人ずつカメラに向かって自己紹介お願いします。はい、ハチテレ情報007からやってまいりました田代沙織でございます。私、世界初落語のできるアイドルラクドルとしてタレント活動しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは続いてどうぞ。はい、そして私もハチテレ情報007でリポーターやっております。そしてピーブレスト学園研究所にも出演しております佐々木敦子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回実は初めてですか。私実践番組出るの初めてです。実は私もなんですよ。一応乗り打ちバトルみたいな体でやってるんですけど、うん、まあ、楽しんでください。はい、楽しませていただきます。二階堂姉妹さんが、はい、お二人とも最近ちょっと負けてるって話を聞いたんで、初実践番組を初勝利で最近っていうかね、僕ここ2、3年ぐらい続いてる。負けっぱなしです。そうだから、始まった時はこうだったけどね。そうそうそう、もうどこまで行っちゃうんですかね。チャンスですね、私たち。もう大チャンスだよ。もはや我々があったんだもん。普段はパチンコ活動されますか。はい、普段は大好きですか。はい、一応コラムとかも書いてます。パチンコ、そうなんですよ。パチンコも両方やるんですけど、はい、でお姉さんは詳しいんですけど、私は初心者なんで、私はまあ弟子ですね。そうなんだ。そうなんです。あ、お姉さん弟子だ。まあ、ゲストだけでもプラスで帰ってください。すごい、初めからもう対決なのにゲストを応援してください。対決とかないから、もう楽しむ番組ですから。はい、そうですね。はい、というわけで、今回のレディースバトルはこの4人でお送りいたします。それでは皆さん元気よくいってみましょう。それではここで番組ルールの説明をさせていただきます。実践時間は前半3時間、後半3時間の計6時間。完全自腹のガチンコ勝負です。2対2の乗り打ち対決とし、実戦終了時の合計収支で勝敗を決定します。実戦終了時に確変中、時短中、ART 中だった場合、7時間まで延長遊戯が可能です。出玉共有が可能なホールの場合、チーム内での共有実戦はもちろん OK です。負けたチームには超絶罰ゲームが待っております。そして相手チームより収支が上回っていた場合でも、結果的にチーム合計収支がマイナスだった場合、番組的にはそれは勝利と認めということで、勝利チームのどちらかの方にも罰ゲーム執行。明るく厳しいレディースバトル、最後に笑うのはどっち。それでは皆さん頑張ってくださいね。レディースバトル、まずはあきちゃんから入場です。今回の狙いは、モンキーですよ。大好きなモンキーターンを確保。まあ朝一はもはや分かんないんで、まあ、前日のデータとかはもちろん取ってないんで、何があってこのパネルがね、青島パネルと旗のパネルがあるんですけど、青島パネルはね、あまりこっちなさすぎるんで、まあ、旗の君パネルでね、まあ、朝は頑張ってみたいと思います。行ってきます。おはようございます。続いて田代さんの入場、はい、初めての実践番組で選ぶ機種は、どうしよう、どうしよう、どこ行こう、どうしようと言いつつ、やってきたのはパチエバの芝。どうしよう、
あ、これとか、なんだろう、ずっとゼロがついてるから今日あたりこう爆発が来るんじゃないかななんていう勘に失敗で頼って、え、じゃあこちらの機械行ってみます。当たるかな、どうだろう。いや、あの、あまり需要どうかと思ってんですけど、あー、でもどうしよう、いきなり好きな仕事人がありますね。あー、どうしよう。じっくりと台を気にするあつこ姉さんです。狙いをつけてた南国育ち in 沖縄アマデジから攻めていきたいと思います。で、一応最終的にはこの出玉を持って仕事人に行って大勝利っていう絵を描いてますんで頑張りたいと思います。最後に入場したルミちゃんは、はい、大好物のリング確保です。はい、まず朝一はモンキータウン行きたいと思うんですけれども、まだね空き台があるので、もし一ニッパー抜けちゃったら移動するかもみたいな感じで、とりあえず打ち始めたいと思います。この朝一のレバーが、ここが、ここが最近まともになんか朝一のリセットね、かかったことないんで、ではでは、なけなしの1万円投入いたします。運試し。さて、パチテレ情報007からレディースバトルの舞台へとやってきたラクドル MC の田代さん、ビギナーズラックを発揮することはできるでしょうか。私が出るわあ、あ、急い、直撃に備えて、私、あの、区切りはそんなに得意じゃないので、試し打ちをして回るようだったら続行っていう感じで、どんどん回らなかったら移動していくっていう風にしたいと思います。とりあえず打ってみないことには、ということで、あつこ姉さんも実戦開始。作戦通り出玉を作って仕事人にたどり着けるのでしょうか。じゃあ回してみます。あ、なんだこりゃ、あー、ミドルだ。299分の1でした、今回。今日は36番だったので3と6がラッキーナンバーだと思うようにします。381、いいじゃないか。あつこ姉さんが試し打った南国育ちは1500円で19回転。あまり周りがよろしくないようです。どうしようかな。今度はどこへ移動しましょう。同じ平和つながりで、ちょっと戦国乙女2行きましょうかね。いや、なるべくその私の考えとしては投資を抑えて持ち玉を確保して、自分の本当に一番打ちたい台を打つっていう風に決めたので、ここはじっと我慢して、とりあえずアマデジで勝負したいと思います。キョウチリンもキョウチャンスメも懲罰引かなかったからやめ。そんな1回ずつじゃ分かんないからね。まあ朝一除隊みたいがね、まだ他にもあるんで移動しましょう。じゃあもう一台だけ、もう一台だけだよ。はい、それでは2台目、モニターをします。これダメだったらリングに行こうかな。
たかちょっと思ってます。こちらは田代さんのエヴァ、70回転ほど回したところで、えい、私は人で汚れた混沌とした世界を望むよ。お、冬月教授。お、シンクロ率上昇。信じられません。シンクロ率が 400% を超えました。おお、まさか、まさか。わー、エヴァが暴走してる。暴走モード突入。77回転で暴走モード突入ですよ。なんか暴走モードって絵がリアルですね。初めてこのセブン打ったんですけど、すごい綺麗。わかってる、中の中の、えい、来るか来るか。やりました、各編ゲットです。よっしゃ、あーやったー。え、なになになに、確率変動は突入よ。突入やったやった、当たりました。じゃあここでエヴァの謎かけをしたいと思います。エヴァンゲリオンとかけまして、芝旅行と解きます。その心は、暴走がいいでしょう。お後がよろしいようで。というわけで、各編突入中、楽しみたいと思います。ラクドルによる謎かけ、いただきました。今日は座布団じゃなく、ドル箱いっぱい積み上げてくださいよ。あー、使徒殲滅だ、やったー。正義は勝つ。結果オーライ、結果オーライ。でも2個、もうマジ入んない。2代目もスカですか。どうしよう、まだあと2台あるんだけど。どうですか、5000円で99回。ママライトミドルだったら当たるかもしれない。リングとかな。ということで、ルミちゃんのお隣へ。なんかすごいデジャブだけど。何デジャブみたいな。3代目ですね、パチンコドリング打ちたいと思います。そう、多分回らなかったらすぐどっか行っちゃうんだからね。あー、にゃーにゃーしてよ、ほらにゃーしてよ、赤いよ、赤いよ、にゃーして赤だよ。あんまり当たんないけどね。お、出てきて、貞子とか金色とかじゃないと当たんないけどね。いいの、それでも楽しいから。この瞬間、にゃーって言った瞬間っていうか、4つ目、ああ白だけど、でもきっと来るだよ、きっと来よう、来よう、来て、お願い、来て。あ、ほらきっと来るだよ、1、2、3、4、5、6、もう6個もついてる、いっぱいついてる。赤い、青い、赤いのはジャン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 って言うからね、カーンって言ったら、キキーンって言ったら青です、大体。ダメだ、ニャーが何も言わない。もう一回、そう、もう一回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 。あ、藤丸くん出た。おお、藤丸くんお目見えで大当たりです。ほら、デモ出ししたら当たってやった。本当はね。1万円を投資したところで初当たりをゲットしたルミちゃん。出たまな
連敗ストップするためにも今日は助かりまくってくださいよ。ちょっと流れをですね、そろそろ変えて、もう行っちゃいますか。いや、後半に取っておきたかったんですけど、もうこうなったら仕事に行っちゃいましょう。流れを変えないといけませんからね。かくしてあつこ姉さんは仕事人に移動を決意。そして相方の田代さんはその後時短からの引き戻しを含め3連チャン、再びの時短消化中にチャンスが。みさお、冬月教授来るか。ここ、コントロールレバーを引け。いきます。えい、ネクスト。おお、なんだこれ。使徒襲来。君、90回転、またも引き戻しで格変ゲット。これはビギナーズラック発揮しまくりじゃないですか。あ、当たってる、めっちゃ当たってる。ザフンゴリラ天使のデザートベガラヤガ、すごい。いや、これいいですね。投資はそんなかかってないの。ああ、打てて。ああ、打て。はい。師匠、このまま行っていいですか。いや、もうじゃんじゃん行って。ありがとうございます。いや、ほっとした。あ、ね、向こうはね、お姉さんが一回当ててるけど、全然勝ってるから大丈夫。やったー。いや、やっぱりビギナーズラックってあるんですよ。ビギナーズラックですね。ちょっとその調子で頑張ってね。はい、頑張ります。いや、ほっとしました。じゃあ、心機一転、得意奇襲で頑張りたいと思います。まずい、リングのなんか音が聞こえてた。誰かリングで当たった人がいますね。妹さんかな。ではどちらなのか様子を見てみましょう。とこちらはアキちゃんのようですが、来るね、青だよ。おー、黄色。ただこう覚醒がいいな。赤いね。隣が当たった。左が当たって、右が当たって、私は。ここはアキちゃんも当てたいところですが、当たった。そう、169回転、投資9500円で大当たりゲットです。助かります。あー、黄色だ。サダだ、あっち、キンキンだ。はい、もう手離しちゃった。もう油断して手離しちゃって、これはもうもらったも同然。ということで、ルミちゃんも大当たりゲットです。すごくね。まず一番右が当たって、次アクシンが当たって、当たった。全部同じタイミングですよ。仲良し。おおおお、みんな
みんな10ラウンド好きがすごいやばい。96回転一図柄で10ラウンドでした。姉妹チーム前回のリングでは目も当てられない結果でしたからね。そろそろ姉妹チームの底力を発揮してほしいところです。あきちゃんは単発。単発でした。もうそしてるみちゃんはあー単発まで仲良く一緒じゃなくてもいいのに。このコーナーはですね、パチンコパチスロの人気キャラクターを己の記憶力のみを頼りとして書いてもらいます。今回も始まりました、帰ってきたパチンコ絵心選手権。このコーナーでは出演者の皆さんにパチンコパチスロに関するキャラクターを自らの記憶のみを頼りに書いていただきます。もちろんカンニングは禁止。そしてそれぞれ立ち上がった作品を発表し、審査員の方に順位をつけていただきます。最下位だった方には絵が上手になるというセンブリ茶を飲んでいただきます。それでは皆さん絵心披露しちゃってください。今回のお題はこちら。というわけで今回のお題はおそ松くんよりシェーでおなじみのイヤミでございます。ギャグ漫画界の巨匠赤塚不二夫大先生が生み出したフランス株での出っ歯キャラ。パチンコでは第一からリリースされた羽物の名機イヤミのここで一発が超有名ですよね。シンプルかつ際立った特徴があるキャラクターだけに、今回は割と簡単に描けそうな気もするのですが、果たして4人はどんな絵心を披露してくれるのでしょうか。答え合わせ、はい、答えをください。みんなが一生懸命描いたイヤミさんはこんな人でした。知ってる知ってる。おー、これが俺だか。これはね、なんか薄すぎて、そうだね、分かんないこんな感じで。あー、そっか。なるほど、うん、なるほど、うんうんうん。ちびたに、ちびたかけよかったな。失敗かけたの言ったけどよかったの、ね、ちょっとかけよかったな、失敗。はい、じゃあお姉ちゃんからいきますね。はい、はい、どうぞ。シェーかわいい。かわいいでしょ。あのね、前髪がすごく長いですあのね、これさ、新しいやつよね、割と、うん、昔のね、イヤミってね、こう目がね、こうつり上がってたんですよ。あ、うん、で、それを描こうと思ったんだけど、前髪がだらすぎて、なんか描けなくなっちゃう。一番初めはみんな歯を描いた。わかる、それ。こんな感じになりました。でも、ピンクのスーツで、ちょっとね、ちょっとこう、ちょっと長いね。けど、あのね、足、あの、曲げてる足を描きたかったんだけど、私が描いたらなんか、骨折してた。ちょっと、病院だけど。ピンクのスーツにおなじみのシェーのポーズなんですが、どことなく口元がエイリアンのように見えてしまうのは気のせいでしょうか。そして右下にちょこっと描かれたニャロ目が可愛すぎ。はい、はい、じゃあアクションお願いします。私、はい、私もね、うん、やっぱりイヤミと言ったらシェーなんですよ。そうだよね。ほら、甘い姉妹だ、ね、絵のタッチが似てますよね。本当は全然違ってるあのね、シェーかっこいいと思ったのにな。あ、すごい綺麗に塗ってる、うん、いや、丁寧、仕事が丁寧でしょ丁寧だね、ピンクのスーツだよね。正確にはイヤミの出っ歯は3本なのですが、それでもこの絵をパッと見せられたらイヤミと即答できそうな出来栄え。さてさて、続いてはゲストのお二方の番ですが、どちらから行きましょうか。
はい、ありがとうございました。じゃあ、沙織ちゃんお願いします、はい、私、一言断っておくんですけど、はい、自慢なんですけれども、はい、私、小中と優等生でして、うん、通知表、うん、オール5でした。美術以外はただし、美術以外はということで、その大事な美術は2です。そうなんです。それをコードに入れて、皆さん優しい目で見てくださいね。はい、いきます。オープン。オープン。何これ。あれ。いやこれはすごい。すごい。すごい。あのさ、前回ね、あれね、目玉真っ黒にして、すごく不安になる何かを書いた人がいるんだけど。すごい不安になる。何これ。すごい不安になる。気持ちはわかるし。手がめっちゃ長い。めっちゃ長いし、足がめっちゃ長いの。足が長いの。足が長いの。すごい。何をしたかったかは分かる。分かる分かる。シェーンを描きたかったんでね。一番早く描き上げたんですよ、この絵が。あの色がね、ないですよ。色がないのはちょっと寂しいけど。すごい、すごいよ、いいよ、いいよ、いいよ、すごいよ、触れちゃって。トランプのジョーカーさながらの冷酷な表情から繰り出されたシェーのポーズは完全に脱臼、骨折を免れないというカルトな形になってしまいました。以上ニュースでした。なんて感じにさらっと仕切る MC の絵心とは取材厳禁なタブーなニュースだったのかもしれませんよ。サウンドアップでございます。じゃあ長く買いますよ。ありがとうございます、はいはい、じゃあ大鳥はあつこ姉さんに、はい、あつこ姉さんは美術の成績は、はい、一応良かったんですよ。この賞状ももらったことあって、今も一応漫画を連載しているですよね。一応ここは負けられないなと思ったんですよ。思ったよりちょっと記憶が曖昧だったんで、そう、ちょっと心配なんですけど、じゃあちょっととりあえずドンドンドン。あっこー、これね、スーツの色がね、ちょっと この後ろのね、これこう黄色いイメージがあって、その前髪が長いっていうのを私は。ちょっと待って、ちょっと待って。でもこれ何、これ歯、歯。これ歯。そうそう、一応ね、どんな歯だったっけと思って、一応出っ歯だったなって思って、ちょっとまあまあ、ご愛嬌ということで。スーツのカラーこそ黄色でしたが、コミカルでキャッチーな嫌味を仕上げてくれたあつこ姉さん。漫画を連載されているだけあって、その絵心もさすがの一言です。さて本日の結果やいかに、審査発表。はい、今回の審査員はリンデル火山社員の杉本さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではみんなで一生懸命描いたんです、嫌味を。そう、はい、なんでちょっと笑うの。一生懸命描いたんです、これでも、はい、これでも一応お願いします。はい、今回の1位は日大道ルカ。おお、まさかの1位。理由をお願いします。そうですね、やっぱりピンクの鮮やかな数字を飛んでるパーというところで、うん、はい、非常にイメージしやすいかなというところで一応見させていただきました。ありがとうございます。嬉しくて失礼しまいそうです。ありがとうございます。はい、それでは、続いて、はい、お願いします。2位を選んでください。お願いします。2位はちょっと悩んだんですが、佐々木さん。あー、やった、ありがとうございます。一応理由を、はい、そうですね、ちょっとスーツの色が黄色ということで、下が髪型とやっぱり出っ歯っていうところが特徴となって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、はい、そして最下位の発表をちょっとお願いします。最下位は田代さん。すみません、理由をお願いします。理由はですね、ちょっと膝関節と肘関節とのこれ、こんなところですね。明らかに右腕の方が長いっていうところがちょっとそうですね。じゃあ、ポージングがちょっと惜しかったと。ポージング的にはいいんですけど、ちょっと関節の前に動くから優しいですね。笑いをこらえて言ってくれてんだよ。笑いじゃないですよね。
申し訳ない、申し訳ないです、申し訳ない、何ですかスタッフ全失笑って。罰ゲーム。はい、というわけで、最下位だった田代沙織さんには、はい、心が上達するセンブリ茶を飲んでいただきたいと思います。本当にもうりゃあまずこれ飲むと本当に蒸発するからね。もうあれ確かにね、そう、あ、我々ももう何十杯もね飲んでるから、これ飲みたくないという恐怖心からちょっとなるんですよ。そうですそうです、なるほど、ね、そうですね、そう、健康になってもらって、そうですね、おそ松くんファンへの謝罪の意味を込めていただきたいと思います。頑張って、仕上がれ。あ、匂いはそうなんですね。匂いはそんなに、喋りたくないみたいな。手を大丈夫、ごめんね、こんな番組でごめんね。絵が上手くなった気がします。でしょでしょ、私もそう思う。はい、というわけで、我々4人が一生懸命書きましたこのみやみさんにそれぞれサインを入れて視聴者の方にプレゼントしたいと思います。宛先は番組の最後で。それでは引き続き人生の思いをご覧ください。センブリ茶で絵心が上達したと思われる田代さんに警報発令。はぁ、しんじ君やられる。あれ、これエヴァ暴走するのかな。この暴走からは連チャンを重ねていくこと3連チャン。初々しいリアクションもさることながら、初めての実践番組でこの好展開を炸裂させちゃうとはただものではないですよ。うわー、やったー。暴走モード突入。暴走モード突入です。そして仕事人を打ち始めた佐々木さんは12,500円投資したところで、いきなりいきなり、結構長いし、これかなり長いよ、これ夜だし、ちょっとこんな長かったの初めてなんですけど、わっ、いきなり激アツの展開です、これ激闘ゾーンですよ、どうしよう、いやどうしよう、うわ、見ていて暑さがビンビン伝わってきます。いやいやいや、ちょっと待ってちょっと待って、すっごい激アツですよこれ、うわー、あのフリーズ状態が3秒以上って初めてなんですよ。ここは何としても当てたいところ。中村モンドさん、お願いします。かっこいい、お願いお願いします。あー、待って待って、ちょ、姉さん外れちゃいましたよ。うわー、ちょっと待ってください。いやー、今気持ちの整理がつかない。ちょっと待って、やっぱ貢献なかったからダメなの。いや、ちょっと待って、あ、これチャンスアップ、チャンスアップで、あった、チャンスアップ、赤外
外れ。ルミチンチャンス。この疑似連はどこまで続くか。あ、一緒一緒一緒。恐怖の全回転です。これは終わってくる。3回目ですか。調子いいですね。おたんおたんだけどね。おたんこなすのおたん。いやー、さだちゃんが、さだちゃんが、あきたほら、さだちゃんが来てるよ。さだちゃんが来るよ。さだちゃんが、さんちゃん、さんちゃん。そう、夏にね、夏にね、リングが、リングの映画 3D がやるんですよ。あきちゃんとね、前で見に行くんだ。前で、前から4列目ぐらいでいいかな。あんまり一番前だとね、疲れちゃうからね。一番前だと疲れちゃうから、てなわけで全回転からの大当たりゲットです。どうやろう。はい、どこ4長く。今度は連チャンしてくれました。しかも助かる7への昇格。助かる。はい、続いて3連目。あ、ボケっとしてる。ほら、アリ、アキタ、ほら、アキタ、はい、アキタ、はい、アキタ、はい。いいよ。なんで、よいしょ。ここに、ここにあると変わるから嫌なの、ね、そういうわけじゃなくて。そういうわけじゃないだったらいいじゃん。これで回んなくなったらごめんね、下ろして。ごめんね、ごめんね。スモール。勝った。勝った。アキタンに出玉を分けてあげたところで4連目ゲットです。だいたい、だいたいね。いいの、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 バラウンドでもいいの、いいの、いいの。いいの、いいの、ブラウンドでもいいの。ここで ST が終了。トータル4連チャンでした。こちらは好調な当たりを重ねる田代さん。来るか来るか来るか。正体不明の物体接近。接近。リバンギーの発進。発進。次は誰が出るんだろう。シンジが飛ばされた。大獣使徒。さあ、一緒に行こうか。やっぱりカオルくんはかっこいいですね。カオルくん。カオルくん。おー、やったー。カオルくんも下殲滅しました。やったね。僕が守るよ。かっこいい。カオルくん、やったね。
号機で揃った。はい、またまた確変継続です。カオルくん、ありがとう。放送モード継続。継続です。チームの足を引っ張っちゃったら困っちゃったな。まずいな。でも田代さん、まだまだ絶好調っぽいですね。多少ハマってても許してもらえそうかな。じゃあまあもうちょっと気分も軽く、ディズレンだし。ようやくそろそろ当てておきたいあつこ姉さんですが、ディズレンでしょこれ。あ、続いて赤、もう一丁、もう一丁、リーチになっちゃいました。弱い、弱いです。噂に聞く仕事みたい。弱めの演出ですが、おお、やった。今弱かったのに嬉しい。期待していないところにまさかの出陣ラッシュゲット。やった。こっから、こっから私はこれを押したいんですよ。これ、これを、これを、これを押したい。作りたいじゃないですか。もっとなんとか見回りモード中に引き戻したいですね。と回すこと25回転。またも出陣ラッシュで引き戻し。こちらはルミちゃんが打ち込むリングです。3人、これは微妙ですね。これは当たらないかな。あー、いやすげえノイズが走るんだよ。99回転で再びの大当たり。大丈夫、大丈夫。かわいい。ちかちゃんかわいい。なんか星が2つなのか4つとかさ、全然わかんないよね。ちかちゃんかわいい。なんか当たった。嬉しい。ちかちゃんありがとう。7に昇格。今日のルミちゃんは一味違いますよ。みんなで力を合わせて何とかしたよ。仲がいいね。仲がいいよ、仲がいい。ちょっと難しくてよくわかんない。おー、びっくりした。自分だってびっくりするじゃん。今なんて喋
喋ってたんだよ私。しかもほら7とかさ寝たいってなんか私が前にびっくりしたのを隣で笑ってたくせに今喋ってたんだって喋ってるのにさハ3連チャンさせたところで ST 終了でした。あつこ姉さんはその後出陣ラッシュを含む3連チャン。そしてやった必殺大当たり。ここでスーパー必殺大当たりをゲット。姉さんは俺に荒らしてやったぜ仕事人さん。ありがとうありがとう仕事人さん。10話ぐらいにしようかな。あー嬉しい。そして出玉も順調に増えております。いやーさっきまであんなに泣きそうな顔してる。もうこんなドル箱ですよ。ほんと仕事に様々ですね。ほんとこの一発逆転あるのにミドルっていうので打ちやすいんですよ仕事人が。大変マサさん出陣ラッシュでお願いします。やったさすがです。すごい嬉しい。愛が通じてくれたのかまさしく一撃必殺の1万発オーバーでございます。よっしゃー終わりましたね。終わったんですよ。でも連チャンは終わんないんですよ。やったこの後忘れません。私も忘れません。嬉しい。出陣ラッシュで。ダメか。ダメだったか。マリ、頑張れ。マリ行け。ここで一発告知発生。この至福の音色たまりません。来い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 。やった殲滅したよ。すごい。さあ大逆転、大逆転しました。わーい。田代沙織の暴走が止まりません。引き戻しも含めて連チャンすること18連。そのうち出玉周りの大当たりは13連と、みるみるうちにドル箱が積み上がっていきます。さらなる連チャンをといったところで前半戦終了のお時間がやってまいりました。やばい、すぐコンプリートしちゃったはい、というわけで前半なかなか私好調でございます。おかげさまで。まあビギナーズラックなのかもしれないんですけれども、運も実力のうちということで、後半も気を引き締めて頑張ります。あー終わりました。はい、これで前半が終了になりまして、まああの相方がすごい出してくれてるっていうのも、まあ気持ちが楽になったっていうことで、あんだけ当たんなかったのがいきなり10連ですから、これはもう相方のパワーがね、エヴァの島からこう飛んできたのかなっていうことで、私も足を引っ張らずに前半終えることができました。まあでも気を引き締めてね、後半も引き続き頑張りたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ふざけ。あ
きちゃんは周りがいいけどちょっと重たいね。でも周りがいいから大丈夫だよ。どうにかなる。まとまってくるからね。まとまってくるから大丈夫。うん、あきちゃんがしょんぼりしてるけど、あきちゃんがしょんぼりしてるから私が頑張ります。私が頑張るよ。あきちゃん大丈夫。あのご飯食べてちょっとあのデモ10回くらい出したら大丈夫。当たるから。当たる当たる。軽くなるから。ST 中も軽くなるから大丈夫大丈夫大丈夫。頑張るね。あきちゃんは大丈夫大丈夫だよ。頑張って当たるんだったら最初から頑張るよって話だよね。うん、そんなことない。まだまだもっともっと頑張るってことだからね。うん、はい。じゃあ前半はこんなところで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。前半戦終了。お疲れ様です。お疲れ様です。さおりちゃん、はい、初めての実践はどうでした？ビギナーズラックってあるんですね。あるよ。お姉さんはどうですか？いや本当にね、うん、やっぱ神様はね、うん、見捨ててなかった。お私のことを、うん、あのもうバッチリ盛り返しましたね。マジっすか、マジっすか。もう今日はね、うん、勝ちを同然って感じですね。本当本当、はい、そんなに勝利宣言。じゃあシャラッとシャラッとアキさんから見せていただきましょうか、実践を。はい、私朝一モンキーに走りのモンキーがねちょっと最近ね、うん、朝一リセットっていうのがあって、うん、朝一当たりやすいでさ、結構それがまあ当たらなくて、それ台移動してまた当たらなくて、でもこれはダメだっつってパチンコ行ったんですよ、うん、でパチンコ行ってリング STT なんですけど、単発でせっかく当たったんですけど、追加投資したらりんちゃんが出始めたんで、玉をもらいながらただいま続行中でございます。総投資は2万2000円ですね。まあもうグダグダですよ。なんか自虐的にならないでください。いやもうね本当にね、あのまあ左がるみちゃんで、うん、右はあの女性のお客様がこう座ってるんですけど、うん、すっげー連チャンしてるんですよ、右の人が、うんうんうん、すごいんですよ本当に。あのねエスパーかっていうくらいあのデモ出し、うん、でこうなんかあーなるほど、開けて開けてみたいな感じでなんか14連くらいしてて、全然そんなするスペックじゃないんですよ。マジ神様とか思って、うん、私はそういうのしなかったからずっと単発で、うん、でその後当たらないで今430回転くらいかな。まあ300分の1なんですけどね、うんうん、だからほら当たってくれたらいいなみたいで、うん、もうすぐ当たるよ。当たるもんね。299分の1だもん。当たるよ。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあそのままつこ姉さんお願いします、はい、私はですね結構いろいろ打ったんですよ、うん、最初はアマデジから攻めようと思って、うん、まず CR 南国育ち、うん、沖縄に座って1500円投資したんですけど、うん、ちょっと回らなかったんで戦国乙女2同じくアマデジに移動しまして、うん、こちらはまあまあ回ったんですけど、うん、まあ、1万3000円使っても全く当たらなくて、うん、本当は後半に取っておこうと思ってた必殺仕事に方に移り、ここで1万2500円使ったら当たったんですよ。辻ラッシュから10連しまして、おかげさまで復活いたしまして、で今ちょうどあの時短終わったばっかりのところで総投資今2万7000円なんですけど、まあ楽々取り返したというところでございます。いいな。持ち玉は今8箱近くありますね。いいないいな。私仕事に2連以上したことないんですよ。私も結構当たってる。親私も親親私そんなに当たってないよ。そんなに打ってない。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあサブちゃんお願いします。はい、私はですねずっと CR エヴァンゲリオン7に、座っておりまして266番でございましてね、最初に、4500円入れたところで当たり始めて、トータルで大当たり18回でございます。すごい、はい、ビギナーズラックでございます。3時間しかないね。18回当たってるってもほぼ当たりっぱなしと、ね、そうね、はい、楽しくてしょうがないですね。いいよね、そういう意味、そういう展開がいいな。なので一応私たちのチームがおそらくこのまま行くんじゃないかなっていう、うん、まあきついですね。予想のスケジュール。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお姉ちゃんはどうです、はい、お姉ちゃんも、あきちゃんと同じ最後ね、うん、同じ
リングをまさから打ちまして、周りはぼちぼちです。で、ぼちぼち、あと当たりも引いてんだけどね、あんまり連チャーしないんだよね。連チャーしないよね、ちょっとね。渋い顔ね。まとまってくんだよ、まとまってくんの。リングは。そうそう、あれはまとまってきますね。だからそれがいつ来るかって話なんですよ。今日中に来てくれるかって話ですね。そう、後半で来てくれれば、まあなんとかいけるかな。まあ全然ね、なんとかいける感じですけれども、まあ、現状ですとね、姉妹はプラマイ、ちょいプラくらいかな。私もチャラマが結構持ってる、うん、3、4、5箱ぐらいの空き巣箱でね、ここがね、共有してるんで、はいはい、で、まあ、ちょいプラくらいの、私がね、チラッと見た時はね、大当たり回数17回の12箱だったんだけど、じゃあここにあるから13か、あ、14箱ってことか、14箱の9箱だから23箱でしょ、全然で、投資がそんなきついな、これ渋い顔。いや、まだまだ全然終わって、まあまあ、でもね、いつも通りですわ。大体こんな感じ。いや、でも遠目で見た時に、あの、お二人がすごい仲良く打ってて、私仕事人の島にいる時にリングの大当たり音楽聞こえてきたから、あ、これ絶対当たると思ってたら、そう、そっちの、そっちの、そっちのお客さんが一生懸命こっちだったんだって、もう後で気づいたんですけど、そうですね、エスパ姉さんだ、エスパ姉さん。じゃあ、まあ、いつも通りなんで特に言うこともないですけれども前半でできたものはね、あの、後半でもひっくり返るんで、うん、まだまだ勝負は分かりませんよ、だから次回も見てねみたいな感じですみたいなノリで、そうですよね、私たちも逃げ切れるように、そう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 、頑張りましょう、頑張りましょう、カブローセブンが勝てる気しないけど、姉妹は頑張ります。ゲストも頑張ります。というわけで、頑張って後半に行きたいところなんですけれども、残念ながらお時間が来てしまいました。次回ということになります。はい。それでは次回も見てね。